そんな君ですね。まあちょっと車もいまいちでしたし、あとはまあレースの展開としてもちょっとどうしようもなかったっちゃどうしようもなかったんですけど、まあその前に角田君の前に、まあ、リカルドですよね。リカルドが1周目のターン8をアスカリ試験の手前で、まあ、ヒュルケンベルグを押し出してしまって5秒ペナルティを食らったっていうのがあったんで、まあ、これ結構だから実は痛くて、5秒ペナルティ持ってるからピットストップでアンダーカットできないんですよね。逆にアンダーカットされちゃうんですよね。中段勢というか、まあ、リカルドとかその辺はもうみんなワンストップの前提でレースしてるんで、ワンストップしかない、その1回しかないピットストップでアンダーカットできないこと確定、アンダーカットされること確定っていうのは、まあ、はっきり言って致命傷なんですよ。もうはっきり言ってレース終わったも同然っていう。だからこの1周目の、まあ、ちょっと不用意なドライビングによる5秒加算ペナルティっていうのは、もうはっきり言ってそれでレース終わった、少なくともポジションを上げていくことはもう無理っていう状況に追い込んでしまった、自ら追い込んでしまったんで、まあ、結構これは致命的な事象でしたよね。なのでペナルティがなければ集団グループマグヌッセン、アルボンの争いだったんですけど、あとアロンソ、アロンソは2ストップだったんで後ろ下がっちゃう、で最後追いつききれなかったってやつですけど、リカルドがペナルティ食らってなければこの中段上位争いに加わってたでしょうし、もしかしたらポイント取れたかもしれないっていうのがあったんで結構痛かった。まあ、なおかつ、そのペナルティを消化するときに、いつもの癖でフロントウィングを抑える役の人がバッて来てハッってなってるっていうね、バーンっていう、まあそこはもうシステマチックに入ってきたら抑えるんだってね、フロントウィングとか、あとこのロールフープの部分とかって抑える役の人がいるんですよ。このブラーブラーってやるとやっぱ車がガンガンガンって動くんで、その多少のブレも出したくないから、このねナットタイヤをバーンって入れるのとホイールナット締めるのとでやっぱズレがない方がちゃんと作業できるんで、車を動かさないっていう人がいるんですけど、その人が思いっきりピッバッて入ってきた瞬間にフロントウィング押さえちゃったっていう、でダメダメって言ってあーってなったんで、そっから5秒待ったんですけど、もうそもそも触った時点で作業開始っていう規定になっちゃうんで、作業を開始する前に5秒ペナルティは消化しなければいけないっていうルールだから、はい触った時点でアウトみたいな、ペナルティ消化できてませんって、もうだったら5秒待たずにそっから作業してっていう方がまだ男らしかった気がしますけど、どっちみち一緒ですけどねまあでもちょっと致命的だったなと。でプラスそこから10秒加算食らうっていうね、まあ結局その10秒なかったとしても5秒加算食らってる時点でもう勝負にならなかったんで、まあその1周目でリカルドのレースは決まってしまったというとこなんですけどね、実際のとこね。まあ、その1周目の押し出しもアスカリのだいぶ手前、 150m 以上、 200m 手前でもうヒュルケンはほぼほぼこう並んでるんでね、ヒュルケンベルグと左側に見えてるのがリカルドですけど、まあ、こんだけ並ばれているにもかかわらずリカルドはまあこういう感じでバーンバーンってこう押し出してしまったので、まあ、完全に1台分スペース残してないと、まあ、この並んでるリアタイヤよりも前に並んでる人に対して1台分のスペース残してないっていうのが、まあインターナショナルスポーティングコード、まあ、ルール的にはアウトっていうことで、まあ、この後ヒュルケンベルグ思いっきりリアガーン流れて、もうスピンしそうになってましたけど、あそこでスピンせずにコントロール保つのもなかなかヒュルケンベルグすげえなと思いましたけど、まあ、これ鈴鹿でも今年リカルドはやってで、アルボンをまあ押し出す形になって、まあ、アルボンそれでまたモノコックやっちゃったんですけど、あの時も警告されてたんですよね。あれは周りに何台かいたから、ガスリーだったと思いますけど、いたから、今回はペナルティー貸さないけど、でもこれ本当だったらアウトだからねっていう風に言われていたわけですよね。で今回はもう完全にヒュルケンとワンバイワンの状態で1対1の状態で争っていて押し出してるんで、まあ、アウトっていうね、周り関係ないよねって、今回普通に相手を押し出したよねってアウトっていう、鈴鹿で言ったよねっていう、まあだからちょっとリカルドはこれ、まあ多分鈴鹿の時と同じで、ここから横に来てるのはなんとなく分かってたんでしょうけど、もうここからブレーキングでアスカリへのアプローチっていう時点でもうエーペックス見てて横にいるっていうことは把握してなかったと思うんですよね。だから1台分のスペース残してないっていう状態になってしまって、まあ、ペナルティ食らったということなんですけど、だからこれでリカルド自身は入賞のチャンス失ったって意味では、手痛いミスなんですけど、ただ結果的に見ると、まあ、ヒュルケンスタート失敗してたんでここにいたっていうのもありますけど、
でも正直ハースはマグヌステンのペースすごく良くて、アルボン抜いて、まあ、9位でフィニッシュしてるんですよね。まあ、これ10秒ペナルティ持ってるからアルボンはもう行かせちゃっていいし、10秒以内にとどまればいいやっていう走りしてるんですけど、にしてもマグヌステンはガスリーとアルボン抜いて上がってくるペースがあったし、結構ハードのペースいいんですよね、第2スティント。これを見ちゃうとヒルケンが普通に生き残ってたら、まあ、リカルドもやられてた可能性は高いし、なんだったらハース勢ダブル入賞っていうのも十分ありえたんですよね。まあ、マグヌステンがガスに当たらなければなしです、話ですけど、でも可能性としては十分あったんですよ。だからこれ RB はもしこのハースダブル入賞やられてたらやっぱ痛いじゃないですか。まあ、そういう意味では1周目にリカルドがヒルケンを撃墜したっていうのは実は結構グッジョブなんですよね。まああまりこういう言い方は良くないですけど、でも結果論としてはハースのダブル入賞を阻止する形にはなったのは確かなんで、まあいい仕事したねっていう、まあチームはもちろん言わないでしょうけど、でも結果論としてはこれヒルケン行かれたらやばかったねみたいなとこではありますね。実際マグヌッセンはこれ1回目のピットストップガスリーにアンダーカットされちゃってて、あのカバーしてるんですけどアンダーカットされちゃってるんで戦略ミスしてるんですよね。にもかかわらずそこからまああの接触で抜いて、でアルボンも抜いてっていうペースはあったし、でグラデーションも良かったんで、まあ、結構ハースはやっぱりこのサーキットは、まあ、予選はちょっと不発の部分もマグヌッセンありましたけど、まあ、ヒルケンも Q3 行ってますし、でレースペースも良かった、下手したらウィリアムズよりも良かったってことを考えると、まあ、ここでヒルケンが撃墜されたっていうのは、まあ、何事に変えてもハース、RB にとっては結構ラッキーだった。ハースからするとふざけんなっていうところだと思いますけどね。その後角田君に対してヒルケンがまあ1コーナーで5周目の1コーナーで当たってきたっていうところで、まあ、それでヒルケンはペナルティーがついもらったんで、もうそれでレース終了、まあ、フロントにも壊しちゃったしアウトっていう状態になったんですけど、まあこれもね小松さんがやらせてるんじゃないかみたいな、もうそこまでいくと陰謀論だろうみたいな感じですけど、ヒルケン今撃墜行けみたいな、そう言うわけないだろうっていうね。だってフロントウィング1個で何百万ですよ何百万かかるんですよ。別にここの状態で角田君を撃墜するメリットなんもないですしね、普通に。まあこのインシデントもね、わざわざこのハースが候補写真でこれアップしてるっていうところもなかなか根性決まってんなと思いますけど、ヒルケンはね、もうこのね 150m 間もここに見えてる段階でこんだけまだ差があるにもかかわらず、まあここからブレーキングしてダーンって入ってくるっていう、まあこれがもうレートブレーキングあまりにもう止まりきれないでしょっていう、まあかなり無茶なレートブレーキなんでね。まあ角田君ももちろんこのターン1にアプローチする時点でミラー見てからブレーキングしますから、あこの距離だったら入ってこないねっていう、まあドライバーからするとそういう距離なんですよねこれっていうのは。なので角田君はインは締めずに普通に入っていってるんだけど、ヒルケンがまあボーンってブレーキングしてもう完全にこのロックアップしちゃってる状態で、でドーンって突っ込んでくるみたいな。で角田君からするとって感じですよね。でまあこれで、フロアとサイドポッドがっつりぶつかっていると、こうガザーみたいな感じなんで、まあこれはだからロックアップして当たるっていうのはもう完全にこれコントロール失って当たったよねっていう風に判断される、もうこれはもうスチュワードの完全に一貫した取り決めというか判定基準なんで、ロックアップしてたらもう基本アウトです、基本負けます、コントロール失ってたじゃんって言われてしまうんで、まあそういう意味でだから上海のマグヌッセンもそうですよね。なので、まあこういう形で、で今こういうふうに接触すると基本的には10秒ペナルティで、ペナルティポイントが2っていうふうなのはもう規定なんで、前例でこれほぼ同じなんで、まあ、そういうペナルティが課されたというところですね。まあ、角田君はハードでスタートしてワンストップで走り切るつもり でペースは悪くなかったんで、まあ、うまくいってれば、まあ、入賞できたかどうか分かんないですけどとは言ってましたけど、まあそれなりにポジション上げられた可能性もあるけど、まあ、正直そのね、第一スティントを引っ張りすぎてると、まあ、引っ張りすぎてるというか、まあ、次ミディアム履かなきゃいけないから、まあ、引っ張らざるを得ないんですけど、引っ張ってる間に多分前とのギャップ前とのギャップっていうかそのピットインした人たちのギャップは、まあ、またギャーって縮められて抜かれてしまうんで、多分自分がピットインするまでにセーフティーカーとかない限りは、まあ、結構後ろに下がっちゃうんで、まあ、あんまりいい展開にはならなかったんじゃないかなと。基本、まあ、ハードスタートの人はあんまりうまくはいってないんで厳しかったんじゃないかなとは思われますけどね。
集団で言うとあとオコンぐらいですかね、ハードスタートでワンストップはね。まあいずれにしてもちょっとそれよりも今回はやっぱ新しいフロアが、まあ、うまく機能してないんですけど、53周、まあ、収穫例になったら52周走って、まあ、レースペースの中ではなんかいい風に機能したりするんじゃないかっていう、まあ、淡い期待があったりだとか、予選ではねピークパフォーマンスなんでそこで使い切れなくても決勝では確かに扱いやすいよねとか、タイヤの持ちは良くなったよねとか、まあ、なんか何かしらいい要素が見つかるんじゃないかとか、まあ、データを取ってそこから分析すればあこうすればよかったねとか見えるんじゃないかっていうので、まあ、ある種もう今回は消化試合というか実装テストとしてデータをしっかり取ろう、で次のアゼルバイジャンにこの新しいフロア使うか使わないか決めなきゃいけないんで、そのためのデータ収集をやろうっていうふうに言っていたにもかかわらず、まあ、こうやって5周目にあたって、まあ、実際だからデータ5周分しかないわけですよね。でしかもトラフィックの中での5周しかないっていうのが、まあ、損失として一番でかいよねと。ポイントは取れたかどうか分かんないけど完走できた云々よりもやっぱりデータが取れなかったっていうのが大きいですよね。まあ、とはいえ、まあ、フリー走行と予選のデータもねまだ分析しきれてない部分はあるみたいなんで、その辺をしっかり分析してアゼルバイジャンに向けて使うのか使わないのか、もしくは修正が必要なのか、もしくはセットアップで修正できるのかっていうところをまあ見つけていくという感じですかね。あとそうですね、マグヌステンのやつですね。まあマグヌステンは本当だからペースが良かったんで普通にガンガンポジション上げていって、まあ、戦略ミスでガスリーの後ろになったにもかかわらず、まあ、ガンガンペース上げて2台抜いて9位フィニッシュって、これレース内容自体は素晴らしいと思うんですよね。車のペースも良かったしドライビングも良かったと思うんで、まあ、マグヌッセンとしては多分今シーズンベストのレースだと思うんですよね。なんですけど、まあ、ガスリーに当たったことによって、まあ、10秒加算ペナルティー食らいましたし、まあ、それでもギリギリアロンソにコンマ1秒差がギリギリあってっていうのは、まあ、アロンソの前すぐ前1秒前にアルボンがいたんでアルボンに対してアロンソもそれ以上接近できなかったっていう、だからギリギリまではプッシュしたんだけど、まあ、アルボンがうまいことをコントロールしたわけでもないんでしょうけど、たまたまだと思いますけど、まあ、ギリギリマグヌステンは10位にとどまってポイント取れたっていうのがありましたけど、ただまあ当たって10秒加算ペナルティーだけじゃなくて、まあ当然当たったんで2ペナルティーポイントっていうのも出されて、累計12点ですねっていう機械的に、あ12点ってことは次はバンですねみたいなそういう、自動的に、なんかモナコの時はねその辺がちょっとスチュワードは出場停止にしたくなくてちょっと上場酌量されたんじゃないかみたいな、説もありましたけど、今回普通にもうレース中にサクッと、ペナルティー出てるっていうね、ところなんで、まあこれですね、ターン4に向けたブレーキング、まあ、左側にこう、ねもうすでに寄っていって行くよ行くよ行くよってガスリーに見せてるんですけど、まあ、ガスリーも前に車がいて、まあ、ある程度灯が使えてるっていうのもあって、まあ、そんな感じなんですけど、ここからおりゃーってブレーキングで、この150見えてるのが 150m 看板だから、まあ、だいぶ先なんですけどね、ここからまあおりゃーってブレーキングしてるけどもロックアップしてますよねっていう、まあ、だからロックアップしてるからそのまま当たったんでアウトですよねっていうね、まあ先ほど言った通りこのスチュワードの判定基準で言うとロックアップしてぶつかったっていう場合にはやっぱロックアップした側にペナルティー出ちゃうので、まあ、ここから、ロックアップってドーンみたいな、まあ、ガスリーはねそんなペナルティーポイントを与えるようなインシデントじゃないよっていうね、何だったら僕はスチュワードに掛け合ってもいいよみたいなことは言ってるんですけど、あとまあアロンソもそのペナルティーポイントのあり方うんぬんって、これはまあ別にマグヌセンに対してじゃなくて彼らはもともとペナルティーポイント反対派なんですよね。その危険なドライビングに対してペナルティーポイントが出るのはいいけど、危険じゃないものに対してもペナルティーポイントが出とるやろうと、それは運用としておかしいからちゃんとしてくれっていうのは、彼らこの2人は前々からずっとペナルティーポイント反対派として鳴らしているので、まあ今回もそういう風な発言をしてるんですけど、でもまあアロンソはなんかペナルティーポイントはなんか白線カットとかそんなにも出てるやろって言ってたけど、実際には全然そんなことなくて、マグヌステンはサウジアラビアでアルボンにぶつかりながら抜いたっていうやつと、あとは上海で角田君にぶつけたやつと、あとはマイアミでサージェントにぶつけたやつとあとマイアミでスプリントで
ハミルトンに対して3回も拘束しながらブロックしたっていう、あれもだからトラックリミット違反自体にはペナルティポイントは出ないんだけど、でも3回お前やったよなっていう、3回も同じことやったらさすがにもうペナルティポイントだよねっていうので出てるんで、で今回のガスリーですよね。だからまあ計5回ですか、1、2、3、4、5、まあ今回で12ポイントということで、すいません、アロンさんめちゃくちゃ一貫性ありますペナルティポイントの出方めちゃくちゃ一貫性ありました。なのでまあ正直全くもってその言い逃れはできないし、全てにおいてペナルティポイント出てもしょうがないよねっていうとこだし、まあ、多分ガスリーだって今回当たって何もなかったからこんなこと言えるけど、当たって自分がリタイアされさせられてたら多分ふざけんなって言ってたでしょうし、大したことないよなんて言えないわけで、まあちょっとそこは違うかなと思いますよね。でまあルールはルールなんで、12点溜まったらそれは出場停止になるよねっていうのは、まあ仕方がないことですよね。そんな、だからみんなが思ってるほど、もう暴れまくってるわけじゃないですけど、まあ今回で要するに5回目だし、当たったので言うと4回目でしかないわけだから、まあちょっとそのね、ここぞという場面でのチームプレーでしかもそれをやってるっていうので、目立ってますけど、悪目立ちしてますけど、一個一個のインシデントで言うと、まあそこまでインシデント大きいわけ、多いわけじゃないんですけど、まあでもちょこちょここうやって当たって、まあこのぐらい年間5回累積すると、まあ出場停止になりますよね。まあ2点ずつだったらね、6回だったんですけど、今回3点のやつがちょこちょこ入ってるんで、まあしょうがないかなとは思いますね。まあその分、3点っていうのはその分、ね、過失割合が大きいやつなんでね。過失割合っていうか、危険度が高いドライビングだよねって判定されてるものなんで、まあ仕方ないかなとは思いますけどね。マイアミでリーチかかってからはまあ相当抑えて走ってましたし、まあ、小松さんもかなりそのマグヌセンに対してはその限界ラインは超えるなっていうね、それはずっとかなり言ってたし、まあ、結構安定してレースしてるようには見えてましたけどね。ただ1周目の攻防とか見るとちょっと危ない部分は結構あったりしたんでまあそういう意味ではちょっと最近危ないなとは思ってたんですけど、まあ今回やってしまいましたということで、本人もそんなやった、危ないドライビングしたって意識はないと思うんですけどね。ロックアップしてしまったっていうだけなんでね。だから、これ失敗したらぶつかるなーっていうドライビング、もしくは相手が引かなかったらぶつかるなーっていうドライビングじゃないんですけど、でもまあ、この4コーナーで、イン側のこの汚れたとこに、ボーンって飛び込んで、ブレーキングしたら、まあ、ロックアップしてもおかしくないよねは、まあ、ベテランだったらやっぱそこは予測しとかなきゃいけないよねっていうとこではありますよね。まあ、これがペナルティーポイントじゃないって言うんだったらガスリーもじゃあ避けたれやっていうね、多分当たってなければペナルティーポイントならなかったと思うんでね、本当は良くないですけど、うん、でもそういう風に運用としてはなってそうな気がするんでしょうがないかなと思います。